はい、それではキックダブルが踏めるようになる5つのコツを解説していきます。1つ目のコツはスライドさせすぎないということです。スライドの動きを大きくさせることによって無理やりなダブルはできたりしますけれども安定はしないので、やめましょう。こういう感じですね。一応まあできたりするんですけども、極端にやりすぎるとちょっと疲れたり、まあ、リズム感がなくなったりしてしまうので動きは小さくコンパクトにしていきましょう。こんぐらい小さい動きでも十分スピードは出せます。はい、それでは2つ目のコツは、1打目はつま先で叩くということです。1打目はつま先でちょんと踏みます。そして2打目は普段踏むように普通に踏みます。で、極端につま先をピンと伸ばしすぎないように注意しましょう。今ちょっと極端にやってますけども実際はこんなもんで大丈夫です。で、ペダルに触れている部分は1打目は指だけです。そして2打目は土踏まずからかかとにかけての部分はペダルにつかないです。このあたりが、当たってます。はい、それでは3つ目のコツは足を上下させてスライドさせるということですね。スライド奏法と聞くとこのように前後に動かしたくなるかもしれませんが、イメージすべきは上下の動きです。上下の動きですね。まず足を上に上げてつま先で1枚を叩いた時に自然とこう後ろに下がります。後ろにこうやったのではなく上げてつま先を伸ばすと後ろに下がります。そして2打目で足を下にそのまま下ろす。そうするとさっきの位置に戻ってスライドした感じの動きになるんです。戻りましたね。なので叩いてる本人としては上下の動きだけですけど周りから見ればスライドした感じの動きになっているということですね。それでは4つ目のポイントは体はのけぞらないということです。慣れないうちは体が後ろにのけぞってしまいがちなんですけれどもこれを直さないと安定したリズムキープができなくなってしまうので注意しましょう。こういう感じですね。こうならないように注意しましょう。なので練習するときはちゃんと体がまっすぐになっているかそれを意識して練習していってみてください。それでは最後のコツは太ももだけ見たら1回しか踏んでないようにするということです。今太ももだけに注目していただきたいんですけれどもこのように1回だけしか踏んでないような動きであるのがわかると思います。ダブルを踏む際は2回上下に動かすのではなくて1回のモーションで2回鳴らす。1212ドンドンという感じの動きを目指していきましょう。はい、それでは5つのコツを解説していきましたが最後に最も強調したいのは脱力です。ダブルの練習中に足のどこかが力みで痛くなった場合はその部分が力まないように意識して練習しましょう。このすねの部分が痛いとかこのふくらはぎとか太ももが痛いとか足の付け根が痛いとかいろいろあると思うんですけどもそれは力んでいる証拠なのでその痛みがなくなるように意識して練習するのが最後に強調したい脱力というコツです。6個目になっちゃうんですけどもそんな感じでキックダブルの解説を終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。